こんばんは。どうも。こんばんは。今日かたむず26人、ポコポーズさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。こんばんは。どうも。こんばんは。今日かたむずです。まだなのよ。10からなのよ、レベルが。違うのよ。こんばんは。どうも。YouTube は勝ち。ほんと？上がってよかった。今日お昼に反映されたの。よかったら使ってください。こんばんは。どうも。こんばんは。うん。めっちゃキーボード打つ？あ、テロップ打ってたの。テロップ。テロップ打ってたんだよ。こんばんは。予約？予告許可たむず。あ、予告許可たむず。今月なるよっていう。早いな。こんばんは。とも？かわいいブラウス。あ、そう、ブラウスこれ。水色のやつ。絶妙にチェック柄。カラカラ。ちょっとチェック、なんか、チェック柄なんだけど、わかりづらい。スペースランナウェイさん、ファンレベル11位、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。どうも。かわいいブラウニー。ブラウニーはあれよ、あのスイーツなのよ。違うのよ。初物の方ありがとう。こんばんは。小雪さん、100回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうございます。なんかでかい。何が？襟？いや、こんなもんよ。こんなもん。かわいいでしょ。こんばんは。どうも。こんばんは。初物の方ありがとう。こんばん。ブラウニー、ブラウニー食べないよ。なんでよ。食べない。今日買ったもの28人、94サルさん、今月もありがとうございます。ありがとう。プチトマトさん、200回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。今日も可愛い。ありがとう。ありがとうな。毎日配信100日おめでとう。ありがとう。あとで、なんだっけ、次の枠 ?22 時15分からするんだけど、その枠で、ケーキ買ってきたから食べる。ケーキ。こんばんは。どうも。混ぜまして？違うでしょ？空飛べそうがない。エリで。飛べないよ。無理よ。可愛いと思う？ありがとうね。とろけで熱にやれたっぽい。変なテンション。変なテンション？いつもと変わらないよ。大丈夫？おだしさん、200回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうございます。こんばんは。どうも。シュークリーム買ってきた？プリン買ってきた？いいね。みんな、デザート買ってきてる。この子は男女兼用。この子男女兼用。この子は、いや、男女兼用ではないと思うけど、まあ、切ってもいいんじゃない？こんばんは。どうも。よかった、今日買った着なかった。今週は買った着るつもりなかった。あれ着ようかなと思って、チャイナの方、最終日に着ようかなって今んとこ思ってた。あ、じゃあマスター違うでしょ。よかった、まず29人。電車さん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとう、ね。ありがとう。こんばんは。どうも。どんなコーデ？こう、ブラウスです。ピースじゃない。ブラウス。ブラウス。水色のブラウス。車壊れたから迎えに来て。壊れた？やばいじゃん。迎えに来て。じゃ、迎えにはいけないけど。あ、頭の方ありがとう。こんばんは。ねるねるねるねドリンク見つからなかった。なんかね、ファイマに売ってた。ファミマに。こんばんは。どうも。うん、今日買ったもず30人。テラヒロさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。動くの XLL のサイズないよ。これフリーサイズだもん。ワンサイズこれ。こんばんは。レッドブルと飲んで飛んできてください。飛べないのよ、レッドブル飲んでも。翼を授けるだけど、飛べないのよ。ブラウスの黒があったら着たい？あ、これ黒もあるよ、これ。色違いの。そう、色違いの黒も持ってる。水色と黒、両方持ってる。こんばんは。どうも。あ、前なかった？これ切れてた。
疲れ様です。お疲れ様。この子今日初めて、いやこの前来た、最近来た気がする、先月確か来た。こんばんは、どうも。その色の服違い持ってる、その色の服違い。いずれなく持ってるってこと。なんで服違いって。天使玉は自前の翼、そんな翼ないです、飛べないよ。よかった、まず31人。くまさん、今月もありがとうございます。ありがとう。最近見た？先月来た気がする。確か。こんばんは、どうも。こいつらの2回目。2回。こんばんは、どうも。どうも、どうも。ねる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 ドリンクを飲むの楽しみ。まだ飲んでないから。次のワンクでね。ケーキと、ねるねるねるね。ドリンク。飲む。楽しみ。飛べないタマは可愛いタマ。あれとね。ジラコマはどうも。あれから洗ってない。いや、洗ってるよ。洗ってるよ。しまってたのよ。寝る寝る寝るね。寝なくていいのよ。寝なくていい。こんばんはどうも。やっほー、こんばんは。どうもどうも。こんばんは、やっほー。天使か鬼かはみんなの思い次第。まあ確かにね。どう思ってんだ？ぶ、ん？ぶぶ、ぶぶぶぶ、ぶぶ、ぶぶぶぶぶ寝る？なんだそりゃ。ぶぶは寝てるけど。一緒にゃんって聞こえた？え、聞こえてないよ。え？聞こえた？聞こえなかった。だってぶぶ寝てるもん。ぶぶは今ね、5階で一応上で寝てます。こんばんは、だもん。飛べない部分はただの猫。飛べないから、猫って普通。水色好き。水色好き、この色。今日ファーストアウトの時、確かに紫ネッシーかな、今日水色着てるから。ダブルスタンダード、ダブルスタンダードって何？何を。こんばんは、どうも。このペースで600人。いけたらいいなぁ。今月何いけるかな。先月は超えたいな。毎月超えていきたい。ブブは飛べる。ブブはまあジャンプはできる。ジャンプできるようになった。やば。違うのよ、感じが。こう、タが。もうおかしいのよ。全部。とか、書き方次第。全部違うのよ。間違ってんのよ。我慢は、どうも。よかった、むず。33人。幻さんと、カズさん、二人とも今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。あわたかい、でしょ？幼稚園。幼稚園あわよ。イベントに合わせて書きました。こんばんは、どうも。日本バスケ出した表。あ、負けちゃったんだ。悲しいです。負けたのね。昨日のバレーしか見てない、私。見てなすぎる。こんばんは、どうも。あほー、こんばんは。こんばんは。あれ。ねえねえ、聞こえる？それはおかしいよ。空耳だ。気のせいよ。あわたかい。確かに、そのあわたかがいい。書いてもらったやつ。運のくせに飛ぶ楽しみ知りやがって。運のやつ。やっと上まで行ってくれるんだったから。今、うちめっちゃ上にいる。5階。高いとこいる。こんばんは、どうも。あれ以外も今日終わってる。オリンピックね。今度見るわ。男子バレーも見てないんだよね。てか、昨日の女子バレー初めて見た。オリンピックで。男子バレー明日4時から見れる気しないな。え、朝でしょ？あ、朝。明日朝4時からでしょ。いや、無理よ。無理よ。起きれる気しない。4時？無理じゃん。気合いでも気合いどころじゃない。無理よ。眠いって絶対。あつもの方ありがとう。こんは？ハムさんならできる。いや、無理よ。いやいや。いいよ。昨日フェンシングの団体で日本が初めて銅メダル取ったけど、その中に
上野選手っていう別府出身の選手。あ、大分出身の方いたの？別府。そうなんだ。知らなかった。こんばんは、どうも。朝4時同時視聴配信。無理よ。みんな起きてないでしょ。見てんのかな、意外と。いや、でも私が起きれないって。無理よ。最初までいつの間にか世界ランキング高くなってて、期待してたけど、あ、負けてるの？こんばんは、どうも。今月も許可と結んだ。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。朝4時は爆睡ちゃう。私もよ。寝ますよ。許可と結34人。ハンドハンマーさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとう。朝配信しながら見ましょう。無理よ。4時よ。いやー、無理。無理。こんばんは、どうも。僕からフォートナイトで有名なエピックでもエペできるようになる。あ、そうなの？こんばんは、どうも。バレリーナ、バレリーナは別に目指してない。なんでよ。目指してない。こんばんは。あ、トムの方ありがとう。今日方も起きるなら起きますよ。あ、私は起きるつもりないよ。いや、無理よ。眠いって。眠いって。いやー、寝ます。こんばんは、どうも。本当？何がよ？寝ますよ。寝ますよ。そりゃ。お昼配信に備えて。野球も、流行った？選手が苦戦中？全然見てない、オリンピック見てなすぎとか。こんばんは、どうも。朝やつだとギリ寝てるか起きてないか。ギリ寝てる、ギリ寝てるか起きてないか。どうぞ、ギリ寝てるか起きてないか。どっちにしろ寝てるじゃん。トイストーリー2やってる。あ、テレビで？昨日？そうなの？最近見てなすぎて。もうテレビ全然つけてない。テレビつけても、もう、アマプラか YouTube。こんばんは、どうも。いっぱい寝てほしい。いっぱい寝ますよ。いっぱい寝ます。こんばんは、どうも。今日の20時からのサッカー熱いよ。日本対スペイン。え、暑いの？ 24 時から？いるかな。まあちょっと気が向いたら言うかな。こんばんは、どうも。許可たむず35人。ラーメンラバーさん、今月もありがとうございます。ありがとう。あいつね。ありがとうございます。こんばんは、どうも。どうも、いつも寝てる？まあ、朝はね。寝てますよ。今日が4時起きのロケ。眠くないの、今。絶対眠いでしょ？ 4 時、4時起き？はいや、はや。よかった、むず。36人。ねえ、姉さん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。こんにちは、おめタワーと積み木タワーのどちらのタワーが好み？これ、弁当出てるから積み木の方が嬉しいかな？積み木の方がいいかも。こんばんは、どうも。向かうやつ、気が向いたら見るね。うん、風タイトさん、積み木タワー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。100日記念、ありがとうございます。ということでね、ありがとう。卓球見てないよ。こんばんは、どうも。よいしょよいしょ。ありがとう、風タイトさん。よいしょ。積み木タワー。ありがとう。向かうやつ、まあ、気が向けば見る。サッカー見た後寝ないで4時からバレー。やだよ。寝ます。私は寝ます。風とミートさん、うん、タムリンピックはいつかやさ。タムリンピックってないよ。なんだよそれ。タムリン、積み木のお城タワーか、これ。積み木のお城。こんばんは、どうも。積み木のお城タワー。よいしょ。積み木のお城。かけるかな。
前回書いたから、うん、今日書いたむず37人、まるさん今月もありがとうございます。ありがとう、あいつね。タムリンピックは4年以上、タムリンピックって何よ、何すんのよ。こんばんは、どうも。積み木の足と積み木の後ろか。花火、うん、レベル33達成、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。だ、風と海とさん、積み木の後ろタワー、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。ありがとう。積み木の後ろお城、あれ人積み木の後ろ、これ続きのお仕事はありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、風と水さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。二度目の方、ありがとう。こんばんは。以上。最近京子さん知ったんですけど、なんでタムって呼ばれてるんですか。なんかメンバーエイラちゃんとあやねちゃん、エイトのメンバーに、なんでかわかんないけど、許可タムってあだ名つけてもらって、な、どっから来たかわかんないタムが。わかんないけど、許可タムってつけてもらって、そっからですね。そっから、そっから、です。タム。そういうこと。こんばんは、どうも。よいしょ。こんばんは、どうも。ロボットみたいに寝た？違う、これ。あの、なんだっけ。積み木の後ろですよ。ダジャレの祭典。いいよ。タオリンピック、ダジャレの祭典。大変よ。みんながボケばくんの大変。こんばんは、どうも。こんばんは。今日から今日から多分。あ、そうなの？わかんない。なんでかわかんない。あんまわかってない。気づいたら大事。こんばんは、どうもん。許可タムズ、略してタムス。もう名前なくなっちゃってる私の。こんばんは。エケミに入るのは普通に許可ちゃんとしか呼ばれてなかったよ。うん、そんなあだ名みたいななかったね。え、キュウリわかんない、聞いてみないと。アイネちゃんとエイナちゃんに、わかんないです。なんでなんだろうな。真実はいつもタムタ。それタツタのやつじゃん。あの、チキンタツタの。コナン君クラブのやつ。宮崎さくらさんのさくらちゃんからの許可タムになったと信じてる。絶対ないよ。絶対ない。絶対ない。それはないよ、絶対。こんばんは、どうも。こんばんは。うん。よいしょ。あ、ツムの方、ありがとう。こんばんは。多分、マックとコラボしてください。コラボしたいよ、できるんだったら。あ、ツムの方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。三色マックにします。やばい。健康悪そう、いっちゃう。ジャムさん、100回目の訪問ありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうございます。こんばんは、どうも。おやつもマックやばい。一日中マックじゃん。ハッピータブ。なんだよ、それ。なんだよ。こんばんは、どうも。どうも、どうも。
まあ、ギフトランキング取れてるかな。アヒルが動いて、アヒル動いて、先生見て、3位キープしてる。みんなお前は3位キープさせるの。カマが19位で、ツミキンが、ツミキン10位まで上がってるわ。ありがとうございます。ありがとう。よいしょ。ネルタム、ビッグタム、なんだよそれも。いろんなの出てきすぎでしょ。いろんなの出てきて。ブロンズ、ん？ブロンズコレクター多分。なんだよそれ。何ブロンズコレクターって。何ですかそれは。ブロンズコレクター？ブロンズ？うん、よかったもん。40人。あきひこさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。タムシェイク、ベーコンレタスト、いいの私の出さなくていろいろ。いいのよ。どうもどうも。どうも。明日映画見に行くの。いいね。最近映画見てないな。映画館行ったの。ひなこと、体探し見て以来行ってない。その、体探しひなこと見に行った時も、久しぶりに、2年ぶりぐらいに行ったの。多分。確か。その前がフリフラかな。2年ぐらい空いてないけど。わかんないけど、久しぶりに行って。行かないんだよな、あんま映画館。コナン君の映画見てない。あれだよね。この前やってたやつだね。あ、どうもの方ありがとう。このまま。金曜ロードショー見ないんだけど、テレビ見ない。最近。テレビ自体見なくなっちゃった。アマプラとか。テレビでアマプラとか YouTube ばっか。あんな、浜辺美波さん。かわいいよね。かわいい。映画何か、なんか、チキンとか、ポテトとか食べるの。ポップコーンとか、美味しくない？絶対買う。昨日ね、トイストーリー2やってるらしいね。見ないや。フリフラは実写に、実写の方見た。実写。漫画好きで見ててさ、どうしても見たくて。妹と行った、二人で。妹も見ててさ、漫画。高校生の方の妹ね。2番目と、一緒にいた。ヒロカの映画やってるけど、たまヒロカ。ヒロカ好きだわ。でもヒロカ、全然追いつけてない。全然追いつけてない。ヒロカはね、トガちゃんとツイちゃんが好きです。こんばんは、どうも。アマプラ何見て、最近はね、ハンターハンターと、あと、黒羊とか、怪獣8号とか。黒羊ちょっと今止まってるわ。ハンターハンターの、二度目の方ありがとう。こんばんは。ガレリアとコラボしてコラボ PC。出せる私、出せる。マディックスの映画か。行ったことない。それ見てみたいの。行ってみたい。動くやつね。座席を。見てみたい。見たことない。テレビ見ない。格好つけてる。一応。一応つけないじゃん。格好つけちゃうわけないだろう。私の子見てないよ。私の子漫画はね、ちょっとだけ見たことあるぐらい。福田次郎京香。京香ちゃん。可愛いけど。ついちゃんとトガちゃんが好きなの。羊なの。羊。こんばんは、どうも。かっこいい、かっこよくないだろ。テレビ見ないだけなの。よくないよ。こんばんは、どうも。ここにね、ヒロカのやつちょっとある。なんか、デクの、ブロックのやつ。モニターのとこに飾ってる。お、危ない。これ、ね、落としたら壊れちゃうから。めんどくさいんじゃん。こっちか。足の向きか。これだ。ブロック。レゴくんのやつ。これと、あと、なんか。これなんだっけ？これあれだ。チョコ、ん？
チョコエッグの、チョコエッグのさ、なんか平岡のやつ、なんかフィギュアみたいな、チョコエッグよく買ってた、平岡の3つしかないけど、持てない、うまく、こうか、これ、落ちづら、よいしょ、3つある、なんだっけ、しがきとむらと、これでいくか、さっきのブロックのやつ、だってブーが壊しますって、ダメですよ、壊させない、なんだっけこのキャラ、名前忘れちゃった、最近見てなすぎて、これでもこれもあの悪い方のキャラヴィラン、ここやすのりさんファンレベル15、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ありがとう、あとなんか、なんかでかくのやつが多いんだよね。あとガチャガチャのさ。これなんか、でかくの、なんだっけこれ、あの、手袋みたいな。あとランダム、そうそうそう、そうなんだよ。これ、なんか、なんか、手につけるやつ。これガチャガチャでさ、なんで誰のやつがあったっけな、なんかつゆちゃんとかのが欲しかったのかな、忘れちゃった、でもでかくなってた、あとこのノート、将来のためのヒーロー分析、ピントが合わない、あったこれ、これが、いてってる。これ。これガチャガチャ。チョコエッグとガチャガチャのやつ。ここに飾ってる。モニターのとこに。字書けるの？書けないよ。このちっちゃいのに。こんばんは、どうも。夢人形じゃない？これは。違う。あ、夢人形もある。あの、つゆちゃんね、つゆちゃんの夢人形。で、向こうに飾ってる。こっちじゃない。こんばんは。あ、ゾムの方、ありがとう。頑張れって感じの、多分。うん、それでくくね。こっちがチョコレート系のお菓子。あ、値上げしちゃうの？嫌すぎる。チョコレート大好きなのに。全部ランダムなのよ。チョコエッグも、チョコエッグ。チョコエッグもランダムだし、あと、ガチャガチャガチャのやつももちろんランダムじゃん。この、これこの、パズルみたいなブロックのやつも、なんかランダムだった気がする、確か。これはね、ファンの方にいただいたんだよね。で、デグくんだって入ってる。全部ランダムのやつ。こんばんは、どうも。ダブらなくてよかった。え、チョコエッグはね、確かダブってんだよね。妹にあげた。ダブってた、確か。妹に。あと、手袋のやつ私がダブってて、妹にあげた気がする。確か。ヒロメ、タム、個性かわいい。なんでよ、その個性。こんばんは、どうも。米に字書いたり、できないよ。ちっちゃい。できない。よかったもんす。41人、コロちゃんさん。今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。よいしょ。こんばんはー。どうも。ナンバーワン。ありがとうね。ヒロアカグッズたち。よいしょ。うん。ス
スマホケースの中に入ってるのはあれだ、あのつゆちゃんのシール、つゆちゃんのシール入れてる。なんかこのつゆちゃんのグッズはね、つゆちゃんだけのはなんかタンスの上にね飾ってあるのよ、別の場所に。もう9時半なの？早いよ。こんばんはんだもん。この枠ちょっと短めだから、45分まで。次の枠で、次の枠がちょっと。こんばんはんだもん。視力 2.0 ですか？視力悪いよ。でも最近測ってないからわかんないんだよね。わかんないけど、悪い。いつもコンタクトつけてます。こんばんはんだもん。清方むずです。誰ですかそれは。清方むずって。誰？あ、そうの方ありがとう。こんばんは。タスにゴー。あ、なんか、そういう感じのやつ入れて、ちゃんと入れてますよ。やっちゃうよ。あ、そうの方ありがとう。こんばんは。いくつのコンタクト？コンタクトのやつ？忘れた。じゃあ、後で見とこう。平行診断的なのってするタイミング。いやね、知ってないのよ。てか、したことないのよ。健康診断、今まで。しないとね、だよね。しないとだよね、と思ってる。遊びに来て、ありがとう。ありがとうございます。ん？コンタムクト。なんだよ、それ。なんだよ。兄さんファンレベル13。ありがとうございます。ありがとう。今日方も43人。ランディ13、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。起きました。おはようございます。おはよう。おはよう。毎日健康でいてください。結構でいるよ。気をつけます。なんてこれなんて書いてあるの？わかんない。ダメチンさんのやつ。こんばんは。会社勤めると毎年健康診断あるけど、健康診断ないのね、アケビを。自分で、受けるしか。受けてる人少ないんじゃない？メンバーだったら。あつもの方ありがとう。こんばんは。アキュービーって何かな。こんにちは、おめでとうだわ。ありがとう。ありがとう。もっと優しい問題をください。なんか問題出したっけ？どういうこと？こんばんは、どうも。血液検査もない、ないよ、そういう検査は。確かに、歯科検診とかも、そういうのないから。うん。素敵な声ですね。ほんとね。ありがとうね。ブブさんが起きてきた。おはよう、ブブ。学生メンバーは学校で、確かにね、学校であるからね、そういう。学生じゃないメンバーは、なんか自分で、受けに行くしかない。探して。こんばんは、どうも。じゃあ、こんばんは。どうもん。どうも、どうも。ブブ、はよう。はよう。ブブさんは起きて、今餌食べてます。たぶん、エイジ、なんでよ。みんながなのよ、このイベント。私じゃない。私じゃない。こんばんは、どうも。俺にキュカタムズを分けてくれ。どうやって分けんだよ。ブブ、ハウス、いるのよ、もう。もうハウスにいるのよ。ブブ、暴れん坊。あ、なんか急に暴れ出しちゃうからな。寝起き即見しそうだよ、ブブ。後で、餌足してあげないと。二度目の方、ありがとう。こんばんは。どうもん。ブブさんに夜ご飯あげなきゃ。こんばんは、どうも。ハウス、だから家にいるのよ、もう。ブブのお家に。ケージにいるのよ。ハウス、いるのよ、ハウスに。こんばんは、どうも。元気100倍ブブ。アンパンマンじゃん、それ。こんばんは、どうも。タブハウス。タブハウスってこと、私、家に帰れて、家にいんのよ。家にいんのよ。こんばんは、二度目の方ありがとう。どうも。こんばんは。やっほー。よいしょ。どうもどうも。めっ
チェイソー食べてる。お腹空いてるのかな。入ってないでしょ、それ。フル、ブーブー走り回って暴れる。え、そう、急にね、なんか、スイッチ入っちゃうんだよね。遊ぶスイッチが。今は、おとなしくご飯食べてるけど。おわわん。うん。寝起きで、寝すぎて腹パン。渡してあげる。ウーの可愛さに全米が泣いた。ほんとに？あ、ウーは確かに可愛い。確かに可愛い。親バカ。確かにウーは可愛い。なんでだろう？なんか急におっぱいさせちゃうの？お前猫だから仕方ない。猫はそう思うよ。そう思う。急になんか遊ぶスイッチが入っちゃうね。いつもの方ありがとう。わ？全。なんだよそれ。全。これ。何このマーク。ですかそれは。遊びシステム？遊びシステムじゃないじゃない？なんか事務所の名前じゃない？どういうこと？どういうことよ。私もお腹空いてきたな。え、あとでケーキ食べるから。ケーキと寝るねとにかく楽しみ。楽しみ飲むの。うぶけまだ抜け、ま、でも結構ね、お風呂入れてからね、だいぶ良くなった。あんま抜けないけど、でもまあ抜けるよ。ブラッシングしてあげないと、毎日。あまあまあ、でも、寝るね。そう、寝るねのなんかゼリードリンクが早間に売ってて、昨日見つけて買っちゃったんだよ。で、昨日飲むかと思ってたんだけど、なんか冷蔵庫にしまってとりあえず。そから、なんか飲んでなかったから、今日飲む。飼い主はペットに似る？そんなことない。いつもの方ありがとう。こんばんは。安のりかぶり、アバで認識。確かに。安のりさんかぶりしちゃってるよ。いつもの方ありがとう。こんばんは。ブラッシングしないと確かにね、毛玉入っちゃうか。ちょっとした部分。じゃあこっち見てるんだけど、なんだよ。じゃあブブ。こんばんは。どうも。寝る眠ね。めっちゃ眠い人みたいな。5歳児みたいな会話。気になるじゃん。寝るねのゼリードリンクだよ。美味しそうじゃない？寝るね好きだし。美味しそうじゃん。気になって買った。こんばんは。のもうなんか見た瞬間、あ、これは買おうと思って買っちゃった。二度目の方ありがとう。こんばんブブ脱毛症やめてよ。ブブモフモフが可愛いんだから、やめてください。ブブの毛を取らないで。フリスクのドリンクとかもあるの。そんなのもある。二度目の方ありがとう。こんばんは。ミンミンだ、知ってるよ。飲んだことはないけど。あ、本当に眠気覚めんの？本当に気になる気、そう、気になる気だったから。スリムな部分になっちゃう。毛がなくなったら。やめてよ、かわいそう。多分寝るね。私寝ないよ。起きとくよ。こんばんは、どうも。ガン飛ばされてた、さっき、ブブに。めっちゃこっち見てた。こんばんは、どうも。ハンデブル16、ありがとうございます。こちらこそ。ありがとう。かわいい、ありがとうね。飲んでみたい、寝るねのやつ。私、前飲んでないから美味しいか分からないけど、ファイマに売ってたよ。7月30日発売らしい。だから、最近。3日前 ?4 日前か。すごい、知らなかった。こんばんは、どうも。フリスクためこの、あ、確かに。早くないする。カフェインは眠気が覚めるんじゃなくて、眠気を感じにくくする。あ、そうなの？眠気が覚めるのかと思ってた。
松山の方、ありがとう。こんばんは。大道ドリンクがフリスクスパークリングってのを出してる。美味しいの、それは。美味しいの。ねるねるねるね配信しながら、ねるねるねるねドリンク飲むしか、ねるねるねるね配信ってないよ。そうそう。なんだよ、それ。あ、友の方ありがとう。こんばんは。1年後じゃん？違うのよ。おかしいのよ。この前発売された。妹ちゃんにブブの可愛さ、分かってくれないのよ。可愛いって言ってくれない、ブブの。妹、写真見せても、ブサイクって言うだけ。ひどいでしょ？こんばんは、だもん。なんかと言うけどね、コロちゃんの方が寝顔がひどいから。寝顔の写真は、なんか寝顔、寝てるときは。コロちゃんね、目開いてるから寝てるとき。なんか、白目向いちゃってる。コロちゃんは、うわ、ちゃんと目閉じてる。コロちゃん、やばいよ。もうなんかちっちゃい頃からずっとそうだった、コロちゃんは。あ、目が開いちゃう。寝てるとき。うわ、ちゃんと目閉じてる。こんばんは、どう？ねるねるねるってすごい昔。確かに、いつからあるかわかんないけど。ちっちゃい頃から。ねる、ん？ねるね、ねるねる、ねむねむ、たむ味、どんな味？何よ、それ。なんだよ、それ。なんだよ。こんばんは、どもん。こんばんは。次の、枠で。なんだよ、それ。なんかね、パウダーとかついてて、シワシワのパウダーとか。なんか、いろいろついてて、2個ついてて、そういうのが。楽しみ。コリちゃん、長枝は、被弾コリちゃん、寝てるとき目開けてるから。かわいいだわ。寝顔で言ったら、絶対ブブの方が可愛いの、ね。まあ、コリちゃんもある意味可愛いけど。かわいいだわ。ねえ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 、自分の子供の頃、あ、そんな昔からあんの？じゃ昔からあるじゃん。いや、楽しみだな。結構楽しみになんだけど。あのゼリードリンク飲むの。パッケージもね、かわいいのよ。なんかかわいいのよ。ねるねるねるねは、1986年。そんな昔からある。そう。想像してるけど、買ったことない。ねる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 ね。絶対美味しくない？え、そんなはずない。ねるねるねるねだよ、だって。ねるねるねるね美味しいじゃん。絶対ドリンクも美味しいはず。そう思ってる、私は。私は何ですか？何ですか？何よ。みんなお昼と先生見てたくさんありがとうございます。ありがとう。うん。今日方も45人。クワンクワンさん、今月もありがとうございます。ありがとう。私は1950年生。嘘つけー。嘘つけー。違うでしょ。あれ、夕飯に出てきたら、ちょぶ台繰り返す。まあ、夜ご飯だったらね。なんか、ブブが。使い乗ろうとしてんのか？怒るぞ、ブブ。なんかやろうとしてる。あ、こっち来た。何回寝るの？寝る寝る寝る。何回寝る？うん。気が済むまで。気が済むまで。時間です。あ、ありがとう。そうそう、ランキングもか。ヨルピアシガコン寝る寝る寝るなじゃ言わんじゃった。え、ね、みんなそう言うの、ね、よ。私結局さ、見つけられなくってさ。食べれなかったんだよ。食べたかった。え、ちょっと。ランキング。遊んでるわ、向こう。後ろで。ランキング13位からやりますね。13位、ぶっちにさん、ありがとうございます。12位、ポップ許可タム大好きだよさん、ありがとうございます。11位、アルさん、ありがとうございます。10位、ダンディジューさん、ありがとうございます。9位、ティーさん、ありがとうございます。8位、フリベルさん、ありがとうございます。7位、ウェイローさん、ありがとうございます。6位、カザとマーク、キョカタムズさん、ありがとうございます。5位、ジンタさん、ありがとうございます。4位、シーさん、ありがとうございます。3位、フロマさん、ありがとうございます。
2位、安成さん、ありがとうございます。そして1位が、風とみとさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。夜配信、一枠目、ありがとうございました。30分なんかそれ言ってくる。いってらっしゃい。30分後にまた、22時15分から。次の枠は、今日毎日配信100日目だから、100日配信のお祝いで。あ、びっくりした。僕が仕事に来た。お祝いで、ケーキと、ねるねるねるねのドリンク飲む。楽しみ。じゃあまた、30分後の配信でかな？短めの配信だったけど、ありがとうございました。じゃあまた次、22時15分からの配信で。また後で。ありがとうございました。またね。バイバイ。また後で。またね。